長かったラスベガスでの世界選手権が終わりをつけようとしています。ここがカナダということを忘れていて、無事にですね日本の方に到着そして入国することができましたが、結構な事件が勃発して陽介先生がもう一日ずれるっていうところになりました。国指定のアプリとか位置情報とか入れてるので公共交通機関もね使えないですし、下手にタクシーとかも使えないっていうところなので、まあ、待つしかないかなと思ってます。ただいまでですね、無事にバンクーバーの方に到着しまして、今こちらの扉を開けてもらうのを待っているところですね。皆さんが行く方に黙ってついていったら普通にカナダの中に入るゲートの方に行ってしまって、まあ、東京行く人はこっちだよっていうところで教えてもらって、全然いないですね人が。まあ、ちょっとね今扉が閉まってるっていうところなんで、まあ、ここはあくまで待機となります。自販機でこんな売ってんだ。はい、日本行きの搭乗口の近くに無事に到着できました。あとは時間が来ればようやくこれで日本に帰れるといった状態までたどり着きました。結構時間があるんで、コーヒーとサラダを今ですね買って家に着いたんですけど、ここがカナダということを忘れていて、普通にアメリカのドル出したら使えないよって言われてちょっとフリーズしたんですけど、なんとかコーヒーも飲めるというありがたい状況でございます。いやー長かったんですけど、まだまだ長くて、今こっちがですね8時前、成田に到着する予定が明日の4時半になりますので、飛行機の長旅っていうのが最後残ってるんですが、成田でですね陽介先生との合流っていうところで最終着地かなと思います。じゃあまた東京まで移動。さて、ようやくですね長かったラスベガスでの世界選手権が終わりを告げようとしています。とはいえまだ東京着いてからヒロに至るまではまだまだ何時間もありますので気を抜けない状況なんですけど、ひとまず日本に行くことができそうです。はい、無事にですね日本の方に到着そして入国することができました。バスに乗ってホテルの方に帰りたいと思います。はい、ようやくですね成田に来ました。が、結構な事件が勃発して2つ、1つ目は陽介先生がもう1日ずれるっていうところになりました。なので合計で陽介先生は2日伸びてるっていう感じですね。僕は1日伸びただけなんですけど、2つ目の問題点が先生をねもう1日待つっていうところだったんですけど、今ですねホテルにいます。でこれなんでかっていうと空港周辺の
ホテルじゃないと宿泊ができないらしいんですよ。で結局僕そのまた空港に戻らないといけないので、先生と合流するためにシャトルバスで20分くらいの距離のホテルを取ってきたものの、帰りのバスがないんですよね。でしかもなんかタクシーとかも決まったタクシーしか乗っちゃダメみたいな感じで、ここのホテルの予約を取るときにこういう事情でホテルから空港に戻らないといけないんですってお話をしたんですけど、朝一のバスが出てるらしくて、まあそれに乗っていただければ空港に戻りますっていうお話だったんですけど、チェックインの時にお話を聞いたら、まあ、それは飛行者の方は乗れないですっていうことを言われてしまって、陽介先生も今飛行機乗ってしまってるんで、また迎えに来てもらえるかどうかっていうのもちょっとまたこの後わかるんですけど、とりあえず陽介先生が明日着きます。で着いたら陽介先生の車を止めているお店に電話をかけます。車を取りに行ってから迎えに来てもらえるっていう、僕自身がもう国指定のアプリとか位置情報とか入れてるので、公共交通機関もね使えないですし、下手にタクシーとかもまあ使えないっていうところなので、まあ、待つしかないかなと思ってます。結構すごかったですね。もう成田に飛行機が着いて、でそのまま PCR とかワクチンとかのその証明書があるもんだからアプリを登録して出れるもんかなと思ったら、これがまた結構違って、 PCR をもう一回受けます。いろんな書類にチェックを見ていかないといけないですね。どこの国に滞在してたのかとか、濃厚接触者になってないかとか、この後どこに滞在するかとか、緊急連絡先とかアプリ登録したかとか、いろいろあるんですよ。で結果出るまでに2時間ぐらいかかりましたね。でなんでそんなにかかるかっていうと、ダブルチェックトリプルチェックっていうのがもう空港内の検疫所になされてて、ちゃんとアプリ登録しましたか、でそのアプリの中でもスマホの設定で位置情報がちゃんとなされてるかとか、通知関連ですね、ロック画面でも通知画面が出るようにとか設定できてるかどうかとかっていうアプリがやっぱり 2,3 個あって、あとは1日に 2,3 回移動通話がかかってくるらしいです。位置情報今どこにいますかみたいな通知が来るらしいんですけど、その通知が来てから5分以内になんかそのアプリでその居場所を送るんですって。それもやんないといけないし、なんかいろいろ大変そうです。入国してから10日の自宅待機期間があるかなと、しっかりその証明書とかちゃんと出してる人は、脱獄アプリみたいなのを使って位置情報をごまかしてとかっていうこともまあできないような環境になってるかなと思います。こうやって考えてみると、アメリカとかカナダとかの入国とか出国の審査ってもうかなり日本に比べたらすごくイージーだったなっていう気はしますね。なのでもしその出国をされるとか、僕は今回アメリカでしたけど、アメリカに行かれるとか、アメリカ以外にもいろいろそういう予定をもし計画されている方は、戻ってきてからも意外と大変だなっていうところは覚悟の上で行かれた方がいいかなと思います。無事に日本の方に帰ってくることができましたので、あとは陽介先生と合流をして帰宅するというところになります。まあでもね、手術との練習がねまだまだできないんだなっていうことを考えると歯がゆい部分はあるんですけども、家で一人でもできる練習っていうのはありますので、その辺をしっかりと継続をしていきたいと思います。ホテルを出て陽介先生が迎えに来てくださったということで、あ、いた先生、お待たせしました。ちょっと荷物を後ろ乗せますね。いいよ。はい。大変だったよ。大変でしたね。よいしょ。大変ですね。多分横で入るか。よし。あ、大丈夫。ちょっと待って。いや先生、おかえりなさい。おかえりなさい。おーそう。帰ろうか。帰りましょう。はい、ということで無事にですね日本に帰国しまして、ただいま陽介先生のご自宅に到着いたしました。いやお疲れ様でした。いや先生長かったですね。長かった。長かったですよ。もういろいろトラブルあって。トラブルしかないですよ。出だしから体重計を忘れてしまったところから始まり、そうですね、飛行機1日伸びて先生2日伸びて、2日伸びた、成田を出るのが予定よりも2日遅かったっていうところで、まあまあでもそれでもなんとか今回はですね、まあ、僕は世界王者のパウロ・ミアオと戦うことができて、そう、先生はもうこれですよ、優勝。どうですか、改めて世界王者になれた感想。本当
素晴らしいで痛くていろいろ怪我して、あ、そうですね、はい、でも優勝してすごい嬉しいです。なるほど、みんなのおかげで先生が優勝決まった瞬間、僕もあの泣きそうになって、もう何も言えなかったです。あの、我慢しました今回は先生勝ったけど僕勝ててないから、自分も勝って次先生も勝ってっていう時にちょっと持ち越そうかなと思ってます、はい、いやー、よかった。今日からですね、一応2人とも自宅待機期間ということで、で今回はあの先生の車で空港まで行って、で先生の家に、まあ、僕はね車止めてあるんでっていうところを、まあ、事情説明してますので、まあ、そこからはあのしばらくちょっと外に出るの我慢っていうところで、そうですね、はい、我慢しかないな。そうですね、なのでせっかくあの世界王者になったんですけど金とか取れないですから、取れない、はい、ちょっと我慢、我慢、我慢これ腕の怪我も病院に行って見てもらわないといけないんですけど、そうだよ、これがまたどうなるかっすよね。そうだ、もうできないな、行っていいのかどうなのかっていう、でも行かないといけないから怪我なんで、まあ行かなきゃね。そうですね、ちょっとまあ聞いてみてまあね、まあ OK 出るとは思うんですけど、うん、まあまあ、あのこう海外に行った暁にはやっぱりいろんな苦労がこのようにちょっと待ちわびてますので、まあ、海外に行かれる方はぜひ事前にいろいろチェックしてから行くようにしてください、はい、とりあえずですね、あの世界王者おめでとうございましたっていうね、ありがとうございました、まあ、最高のエンディングとなります。これにてラスベガスの旅一旦終了となりますが、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました、また今後もですねいろいろ発信していきますので、ぜひぜひ、チャンネル登録と高評価、グッドボタン、コメント等もぜひよろしくお願いいたします。お願いします、はい、次回の動画もぜひお楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、バイバイいやー素晴らしい、ワールドマスターチャンピオン、いやー難しいな、東京は難しい。来る時もこの辺で止まったじゃないですか、ナビ。本当は多分こっちに行きたかったんですよね、ちょうど。ということは、ここはちょうど、はい、なるほど、エビナ取れない、エビナ取れない、あー、また違う、まあ、まあそうですね、違うとこ行きましょう。そう、ちょうどだけど。Hi Mike. Hey, Mike Stoller. I know that too. What jiu-jitsu for you? What is jiu-jitsu for me? Yeah.Jiu-jitsu is a lifestyle, learning to build great relationships and discipline with everybody in the community and make each other stronger, create a great family and brotherhood. I've been training Jiu-jitsu since 2013. I'm in light feather. Thank you very much. Oh, okay. Hi.Hi, my name's Samantha Seth, and I fight out of Shell Shock BJJ in Pugue, Barina, North Carolina. What jiu-jitsu for you? It means to me personally, I do MMA. I'm trying to get top ranked in the atomweight division, 105 pounds. So I do jiu-jitsu to stay sharp. Jiu-jitsu has given me everything I have in life, so I'm very grateful. Thank you very much. Thank you. Awesome.